なるほど。通常は指定席のようだが、今回は宣伝公演ということで自由に座っていいのか。さて、アキト、どこに座る？俺はどこでもいい。にしてもわざわざ電車で2時間近くかかるような場所に来るとは思わなかったな。せっかくの休みにすまない。アキトにもぜひ司先輩が苦心して作り上げたショーを見てもらいたくてな。まあそれはいいけどよ。とりあえず文化祭みたいな内容じゃないことを祈るしかねえな。もこの席でいいんじゃないか。確かにステージからちょうどいい距離だな。ここに座るとするか。着いた。よかった、間に合って。こんなに遠いとは思わなかったね。宣伝公演ってこんなところでもやるんだ。フェニラン以外で司さんたちのショーを見るのって初めてかもね。今日はピアノを弾く司さんも見られるみたいだし、楽しみだな。司さん、さっきの家に行くとよくショーを見せてくれたけど、ピアノを弾いてるところはほとんど見たことなかったしね。ふんふんふん、今日はみんなにかっこいいお兄ちゃんを見てもらうぞ。サキちゃんってば。お、そろそろ始まりそう。どんなショーなんだろう。はあ、やっとオーディションの最終選考まで来られた。きっとできる。今度こそ合格して入団できる。いつものようなことにはならないはずだ。それでは次、トルペ君、演奏を始めてください。あ、はい。きっと弾ける。大丈夫だ。これまでの練習を信じるんだ。よし、弾くぞ。ふむ、これではね。あ、ありがとうございました。ダメだ、どうしていつも本番になるとこうなってしまうんだ。これじゃあ僕はどこの楽団にも入れないじゃないか。へえ、あいつこんな演技もできるんだな。はあ、団長さんに度胸をつけるためにコンクールに出てはどうかって言われたけれど、2、3人の前でも緊張してしまう僕にコンクールなんて。いや、それでもやるしかない。僕はピアノを弾き続けていきたいんだ。なんだか司さん、いつもと雰囲気が違うね。うん、なんだか別人みたい。とっても素敵な演奏をありがとう、ピアニストさん。それではごきげんようですの。やっと言ってくれたか。これで練習ができる。もっとも今から練習を始めたところで意味はないだろうけれどね。本番は明日なんだから。半日後には本番か。星が、綺麗だな。この時、トルペはまだ諦めていない。これだけ絶望的な状況でもまだ、心の奥底では、ピアノを弾くことをやめようと思っていない。だから上を、星を見るんだ。悠長な奴だなんて思って、悪かったな。お前はいつだって、どんな辛い時でも諦めず、顔を上げていたんだな。ついに、
コンクールの日になってしまった。結局あいつらのせいで、ほとんど練習ができなかったな。客席は、なんて観客の数だ。あの人数がこちらを見ていると思うと、恐ろしくてめまいがする。それでも、僕は。エントリーナンバー20番、トルペさん、どうぞ。僕は、弾くより他にないんだ。トルペにとって、ピアノは、生きるためにどうしたって必要なものだ。そして、俺にとってそれは。この曲って。お兄ちゃん。ええ、悪くねえな。ああ。音が。光を帯びているようだ。まるで星みたいだな。これが、ずっとトルペが見上げていた星なのか。あ、いつの間にか終わって。素晴らしい演奏だったよ、トルペ君。団長さん、そんな、僕はただ、一生懸命弾いただけで。それが素晴らしかったんだよ。今までの君は、大勢の前だと緊張しっぱなしで、指もろくすっぽ動かなかった。それがどうだい、このたくさんのお客さんたちの前で、君は最後まで集中を切らすことがなかった。一体どんな練習をしたんだい？もしかして、誰かいい聞き手がいてくれたのかな？あ、そうか。あの動物たちが訪ねてくれたから。あ、いえ、何でもありません。そうかい。それなら、この聴衆のアンコールに答えてみるのはどうかな？あ、はい。それでは皆様、そして小さな友達、もう一度弾かせていただきます。思えばあの動物たちは僕のピアノで随分喜んでくれたな。くるくると踊ったり、すやすやと寝てしまったり、かと思えば病気が和らいだり、あんな風に聞いてもらえたのは初めてだったかもしれない。ありがとう。ああ、そうだな、トルペ。お前はピアノで、俺はショーで見せようではないか。支えてくれたすべての者たちへの感謝を込めた光をな。兄ちゃん、すっごくキラキラしてる。やったー！お客さん、みんなニコニコだよ！うん、反応、すごく良かったね。これなら次の回もバッチリじゃない？ああ、落ち着いたらどっと疲れが出たな。今回はお疲れ様、司君。君がまた一歩夢に近づいたことを、演出家としても友人としても心から嬉しく思うよ。ああ、お前たちのおかげだ、ルイ。おっと、そうだったな。俺たちも行くぞ。どうなることかと思ったけど、最後はちゃんとやってくれたね。
ああ、さすがは僕たちの座長だね。ではここで観客を待つとするか。ん？ああ、はい、もちろんですとも。はい、ありがとうございます。とてもありがたいな。みんなの力を借りてようやくできたこの舞台を評価してもらえるというのは。それにこの役を演じるために俺が幼い頃感じていた苦しみや悲しみまでもが糧となってくれたことも嬉しく思う。役者としてさらに成長していくためにも、これからたくさんの経験を重ねていきたいものだ。よーし、俺はさらなる研鑽を積み、必ずやスターになるぞー。お、今の声、お兄ちゃんだ。おお、あちらからサキの声が。サキー、よいよいよいしょ。こらこら、ミク。スマホから顔を落とすと、見つかってしまうよ。だってだって、ミクも司くんに、おめでとうって言いたいんだもん。ふふ。それは僕もそうだよ。でもそれは、もうちょっと、後にしようか。よく来てくれたな。未来のスターとして、心から感謝するぞ。すす、よかったね。司くん、